クーガーエースは、日本の商船三井が所有する自動車運搬船。2006年7月24日、アメリカ合衆国アリューシャン列島付近で、海難事故を発生させ、60度以上に傾斜した姿が報道されたことから、世界的に流しで渡るようになった。左に傾いた、クーガーエース2006年7月24日、日本時間17時ごろ、日本から、 北米西海岸へ完成者を輸送中に、アリューシャン列島南方約 370km の海上北位48度14分、成型174度26分付近で、船体が左に大きく60度以上に傾き、航行不能となった。アメリカ沿岸警備隊へ救助要請が行われ、商船三井本社には対策本部が設置された。 乗組員23名は1名が足を負傷した。以外は無事で、船内待機。日本時間24日15時までに、アメリカ沿岸警備隊及び、アメリカ空軍のヘリコプターで救助され、アダック島へ移送された。船体復旧と栄光のため同月28日に、アメリカ沿岸警備隊、アラスカ州環境保護局、商船、三井の3社による、 合同対策本部が設置された。無人となった船体は安定して扶養しており、風に流されて同日中にはアリューシャン列島から約 210km の距離まで接近した。アメリカ沿岸警備隊の巡視船が継続して監視を行ったほか、同月29日午前からはアダック島から緊急派遣されたタグボートが待機した。 復旧作業のためシアトルから派遣された引き船、ダッチハーバーから派遣されたサルベージュ技術者を乗せたタグボートも同月30日朝に現場へ到着した。同月31日に沿岸警備隊のヘリコプターで技術者4名が乗船して状況の確認を行ったが作業中の転落事故により1名が死亡。 その後、現場海域の天候が悪化したため同年8月5日により、海峡の穏やかなベーリング海へ栄光され、同月8日から、ダッチハーバー港で船体の立て直しを開始、同月15日に姿勢を、ほぼ回復し、浸水の恐れがなくなった。その後の点検及び要求修理の結果、発電機の不調により自力航行は断念し、栄光による移動となった。 同年9月2日7時にダッチハーバーを出港、同月12日にオレゴン州ポートランド港に到着し2役後、本格的な復旧、修理が行われた。事故発生時に元船はバラスト水の調整作業中だったが、その過程で誤ってバラストタンク内の海水を排出しすぎたため、復元力が不足した状態となり、檻からの強いうねりに煽られ、 一気に横転したものとされた。船には日本の工場で製造されアメリカ合衆国に向けて輸出されるはずであった多数の新車が搭載されており、内訳は松田車星4703台、CX-7 鈴自動車製110台。損傷が少ない個体も相当数あったが、 イメージダウンを恐れたマツダノースアメリカンオペレーションズ及びイスズコマーシャルトラックオブアメリカは中古車扱いとしても流通させずに全車廃棄処分とする決定を下した。クーガーエス事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。